さあ続いてはタイトルは自虐史観から自尊史観へ、自国に誇りが持てる教育への変更を訴えます。大阪府第18区の国政改革委員松岡義則のなんでやねん、どうぞ。ありがとうございます。暑い中ありがとうございます。皆さんこんにちは。先週はだんじり祭りの町からやってまいりました松岡義則です。どうぞよろしくお願いします。私が高校生の頃に思っていたなんでやねん、愛国心って言ったらなんか変に思われるのなんでやねんです。この中にも同じような経験された方いるんじゃないでしょうか。なんか腫れ物に触るような感覚持たれたことがある方いるんじゃないでしょうか。でもそれっておかしなことだと思うんです。だって愛国心って国を思う心のことなんです。国を思うことの何がおかしいんですか。昔大友部の袴という人がいました。遣隋使遣唐使とかの時代です。その当時の中国である唐に袴が捕まったんです。そしてその唐が日本を侵略しようとしている、そういう情報を入手しました。でも自分は捕まっているからそれを日本に届けることができない。そこで袴が取った行動は自分を奴隷として売ることでした。自分を奴隷に売って、それで得たお金を使って同じく捕まっていた遣唐使たちを日本に返したんです。そんな袴の思いに対して後に当時の天皇陛下から愛国と書いて国を思う心に感謝を述べられた。これが愛国心の由来となるエピソードなんです。これを聞いて皆さんどう思いましたか。私が思ったのは率直に先人たちに対する感謝だったんです。先人たちのおかげで今があるんだなって、だからこそ私たちにも同じように次につないでいく責任があるんだなって、そう思ったんです。今の教育皆さんどうなってますか。袴のことなんて誰も知らないですよね。そればかりか日本のことを嫌いにさせるような教育ばっかりしてるじゃないですか。これなんでやねんですよね。日本のため地域のために頑張ろうって思えるって、日本のことが好きじゃないといけないと思うんです。いまだに自虐史観教えてるのなんでやねん。今の政治家教育を変えようって言わへんのなんでやねん。そもそも本気で日本の国を変えようっていう政治家が少ないの、これなんでやねんですよね。参政党は本気でこの国、日本の国を変えたいと思ってます。だからこそ本気の党員たち、ファンの方々がこうやって集まってくれているんです。皆さん10年後20年後の未来一度想像してください。子どもたちの未来、お子さんお孫さんいらっしゃる人想像してください。その想像した未来が少しでも不安がある方、少しでも暗い日本が見えた方は参政党と一緒に行動してください。ぜひよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。はい、